どん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 、たくあんボーイ、旬のよし、天使一よし、メトロよし、どうも、鈴木メトロです。はい、くんくんのみんみだみんみ。はい、本日も、レギュラーゲストのメトロさん来ていただいておりましょう。ということでね、はいはい、本日は、うん、こちらの企画ご用意してきました。JR 東海の、東海道新幹線駅の変形。これからお送りする駅の偏見は完全な2人の個人的な偏見ですのでご理解ください。東京駅か、東京駅なしたいと思いますけども、僕のイメージですけど、偏見ですけどね、ロングコート着てハットかぶってサラリーマン、めっちゃわかる、わかります、麻生太郎みたいな、ね、そうそうなんですよ。東京駅の偏見お願いします。麻生太郎が住む街いかがでしょうか。はい、隣行きまして、うん、品川駅。野球選手とか結構乗ってるイメージあるから、うん、たまにその水族館あるから、うん、カップルがよく行くじゃないですか、うん、この街に、うん、思うんですけど、あの街に浮いちゃってるカップルいるなと思うんですよね。なんか街がちょっと高すぎて、あ、位が。じゃああのですか、あのカップルは2人もハットかぶって行くべきで、東京駅じゃないんですよ。どうですか、品川駅とはどうでしょうか。カップルが浮いちゃう駅。いいですね。カップル皆さん気をつけてくださいね。あくまで偏見ですからね、僕らのね。そうですよ。完全なる偏見ですからね。次は新横浜。新横浜か。営業が多そう。はいはい、水。水を売ってる。いや、なんか悪そうな言い方。あとなんか崎陽軒が駅中にいっぱいありますね、はい、あのシウマイ弁当、そっか、有名なね。なんでみんな崎陽軒を片手に、うん、なんか電車乗ってるイメージありますよ。何それ。では新横浜駅のイメージお願いします。シウマイ。次はですね、小田原駅。小田原、うん、おー、一発で出るのやっぱ小田原城だよね、うん、あーやっぱね、お城、武士、はい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 。小田原駅どうでしょうか。武士が働く街。続きまして、うん、熱海駅。熱海、熱海って聞いたらもう一発でまずクレヨンしんちゃんが頭によぎったら、はい、おー、温泉の映画あったじゃん、熱海温泉、年中、うん、ベタベタしてる気がします。年中。それでは熱海駅の偏見お願いします。南国のベタつく駅。さあ続きまして、うん、三島駅。でたこっからちょっと分かんなくなってくるな。行ったことはないですか。もちろんないよ、うん、それこそ JR 東海の研修センターが三島駅になるんですよ、うん、あ、そうなの。広いところにね、あら、作ってるんですよ。だからじゃあ結構行ってたんだ。行ってました。だから最初の4月5月は、うん、研修センターでもずっと暮らしてました、ね。はい、そうなんだ。僕はあんまりいい、もういい思い出はないですけどね。それでは三島駅の偏見お願いします。たくあんが嫌いな駅。はい、では続きまして、うん、新富士駅。これわかんないですよね。え、それこそ海近い。やっぱでも海沿いを走ってます。やっぱそうなんだ。海沿いでは東海道新幹線は基本ね、海沿いではあるので、まあ、海側もあれば、うん、いい席は、富士山側なのでね、富士山が見える。いい席。それでメトロさんは多分いい席座ってましたね。あの二人掛けでしたよね。あ、そう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 。二人掛けの方は富士山が見えて、うん、A の方行くと海側なので海が見える。そうなんだ。はい、よかったそれ。富士山見えました？あ、見えたわ。見えましたよね。あ、見てたわ俺、富士山。ほらほらほら。だってそれどころじゃない。そっかそっか。新富士のね。はいはいはい。偏見をじゃあ、うん、メトロさんよろしくお願いします。はい、はい。富士山が見える駅。では続きまして、はい、静岡駅です。静岡か。サッカーだな、もう静岡って。サッカー。静岡降りると、本当にサッカーの、あ、弾幕あるでしょ。弾幕だらけでした。ほらほらほら、はい、これもまとめやすいですよ。いいですか。うん、はい、静岡駅偏見お願いします。サッカー選手は魚を食べる駅。これ難しいな。なんすかなんすか。掛川駅です。どこだよそれ。掛川から来るお客様で、うん、毎回なんかケチな人がいたんですよ、ね、あら、マジ？ちゃんと生産してくれない人がいて、お、乗り越し計算と打ち切り計算っていうのがあるんですけど、打ち切り計算、はい、やば、怖っ。乗り越しっていうのだと、乗り越した分と乗った区間を、うん、差し引きした金額なんですけど、はいはいはい、打ち切りっていうのはもう、乗り越したところからここまでの分をそのままもらうみたいな、あ、もらい方で、まあそれ、なるほどね、そうですそうです、そういうのがあってですね、計算方法によって揉めたりしてたんですよ、うん、あ、そうなんだ。だからめちゃくちゃケチなイメージあります。掛川駅の偏見お願いします。ケチな駅。
浜松駅です。ようやく来ましたよ、ね、やっと来ましたわ。レトロさん大好きの餃子でございますよ。餃子好きなんですか？大好き。有名なお菓子があってですね、夜のお菓子っていうね言われてるうなぎパイ。お、知ってます、うん、知ってる知ってる知ってる。本物のうなぎが入ってるわけじゃないでしょ。入ってるのかな。え、あれ入ってるんじゃないですか。だからその夜のお菓子ってこと、その勢力つけて、そういうことです。何それって言われてますよ。ただたくあんちゃんもいつも夜な夜な、うん、うなぎいっぱい食べて頑張ってる。あ、そんなことはないです。頑張ってもないです。勘違いしないでください皆さん。僕の偏見ですそれは。航空自衛隊の基地がありますね。へぇ、はい、ピアノですね、ヤマハ音楽、そこが確か本社がありますね。では浜松の偏見お願いします。夜のエッチ、ついに参りました。え、豊橋駅。これもたくさんちょっと出会っちゃってるからもうたくさんボーイってもうイメージしかないけど、わさびちくわなんだっけ。山佐のちくわです。それ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 。ちくわもあればニューホイパークっていうね白熊が見える動物園があったり、カレーうどんも有名ですし。なるほどね。あ、言ってたねそれ。カレーうどんね。いいですか。はいはい、まあ僕のね、もともと働いてた駅、豊橋駅、偏見をお願いします。わさびが美味しい駅。なんで？おう！三河安城でございます。僕のイメージは吉本 NSC ですね。え？なんでですか？これは、はい、そこ出身の二人組がいて、三河安城ってそのままのコンビ名でやってたコンビ、はい、よくそのコンビやってたもん。三河安城ですってよく、そのイメージがあります。完全にそれですね。じゃあ、かわいい、美人。あ、これ、多いんじゃないか。まあまあ、三河地区ですね、うん、出身の芸能人がいるんですけど、はいはいはい、ちょっと紹介してもいいですか。あ、うわ、はい、これはちょっと、まあ、モノマネ芸人の、金太郎さん。オアシズ大久保さん、うん、若くないな全然。全然若くないし、美が似合うのかなってクエスチョンな感じだけど。頑張れるやのね、よしこさんも。あ、ダメだこれ。申し訳ないんですけども、あら、うん、何もないっす。新幹線止まるのにですよ。いや、そうだよね、思った思った、はい。そっか、シーンってしちゃってるんだ、うん、では三河安城の偏見お願いします。お化けの駅。続きまして名古屋駅です。名古屋はもう行きましたよね。いや、これも行きたてなんで、うん、まずゆきとくんでしょ。そうね、ゆきとくんね、ライブ中に出会った、そうそう、はいはい、僕の生配信してる、ね、はいはい、絶対神回がございますので、よかったですね。あれは見てみてくださいよ、はい、ゆきとくん、ゆきとくんのイメージが強いですね、はい、ゆきとの駅。おう、じゃあ続き、はい、いきます、はい、もうこれですね、うん、ラムトロさんもね知ってる駅だと思いますけど、はいはい、岐阜羽島駅です。どこだよそれ。びっくりした。何？岐阜羽島駅はちょっとね、なかなかね、あ、降りる人見たことなかった。どうですか、偏見ありましたらお願いします。はい、森だらけの駅。続きまして米原駅。米原駅、琵琶湖って結構広いじゃないですかね。広いでしょ、琵琶湖ね。うん、だから琵琶湖で、だいたい水を通してると思うんですよ、あの辺はもう。そうなのかな。琵琶湖の水ってどうですか、綺麗なイメージあんまないんですよ、ね。いや、俺もない、俺もない。はい、だから、ちょっと水は、直飲みできないんじゃないかなと。水当たりしますよ。本当に。そうですよ。季節ですよ、そんなんね。米原駅、うん、はい、偏見をお願いします。気絶する街。京都駅。はい、もうなんかもうたくあんちゃんの顔がもう白塗りの人に見えるの。マイコ、マイクさん、マイコアン。関西の人とね、お客さんとちょっと揉めたことがあったんですけど、あら、イントネーションの違いでマクドっていうじゃないですか、うんうんうん、でこっちマックとか言うじゃないですか、うん、マックとかマクドの言い方が違うとか、スタバっていうじゃないですか、はいはいはい、スタバ。そのイントネーションの違いで今日揉めたことがあります。大人いないですね。びっくりした。それでは京都駅の偏見お願いします。大人げない駅。新大阪駅。うそー、はい、おー、あ、新大阪止まりなんだ。そうですね、東海道新幹線の駅は一応新大阪で、まあそこからはまたね、山陽新幹線とか変わっていきますけど。そうだったの、知らなかった、はい、ただ、うん、俺大阪とは全然違うと思ってて、はいはい、もう粉物とかたこ焼きお好み焼きとか、うん、宮根のイメージが全然ない。新大阪、あ、確かに全くない。なんか分かりますわ、その感じ。分かる、大阪人じゃない人が集まって、そうそうそう、作られた街って感じ。そうそうそう、結局全国から来るなんかビジネスマンが、はいはい、頑張って仕事してるイメージだから、はい、わー、あとなんかコインロッカーがめっちゃ多いイメージですね。新大阪、まあね、ユニバとかも
もう近いんじゃないかってこと。そうだ、西大阪ってか、うん、新大阪近いわ。それでは新大阪に偏見をお願いします。ジェットコースターの駅ということで、東海道新幹線ですけどね。はいはいはい、はい、トさん、どうですか東海道新幹線のイメージ。イメージは、うん、とりあえず、うん、山と木に囲まれてて、やっぱその、うん、ユニバーサルに向かう路線のイメージですけど、大丈夫ですか最終的にはね。最終的にはそういうことですよね。メトロさんに本日お越しいただきました。メトロさんのね、URL に貼っておきますので、皆さんチェックしていただいて、登録してくださいね。よろしくお願いします。はい。またぜひコラボよろしくお願いいたします。はい。皆さん、またお会いしましょう。シェイ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 恋ダンス。明日に向かって進めたら。